こんにちは、ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか私は元気にしております。さてさて、えー、ルーブル博物館のコレクションの続きです。現在は紀元前1800年あたりを見ています。面白い花瓶形の花瓶が <laughs> 出てきました <laughs>。何なんでしょう、これは。はい。 いろんなものありますね。はい。あこれはかけらですね。一部はね。けど完成品もありますね。はい。動物も結構像として作るんですね。人だけじゃなくてね。はい。ね。ネックレスもありますね。はい。おっとこれは対になってるわけじゃないんですよね。狛犬みたいに。 なんだろうこれみたいなやつもありますけどねちょっとねちょっと気持ち悪いなみたいなやつもありますけどねはいけどねまあ歴史的異物ですからしょうがないですよね、はい、それが恐ろしかろうと美しかろうと。 タブレットの封筒というのがすごいですよね相当大事にしてたものなんでしょうねその封筒に入れるタブレットはい今回の配信は以上となりますまた次の配信または別の配信でお会いしましょうさようなら